第1回ミスター酒を、頂戴することができました橋野元樹と申します。今回本当にライバルと接戦だったということで、でもなんとか10年間やってきたことが評価されたのかなと。ただこれで終わりではないので、今後日本酒の活動をさらに今までやってきたお店の以外の活動も広げていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。